SkiNow92。 今回のフランスロケには日本人スキーヤーをはじめ海外のスキーヤーも数多く参加してくれました。ティーニでのロケの合間にサッカーで遊ぶこんなシーンを見せてくれたのは、まずはこの人、ゲオルグ・ヘルリグリ。そして日本の大学生に混じってボールを追うのはクリスタ・ハルトン。今夜はオーストリアを代表するこの2人の滑りを特集します。スキー界ではクリスタの愛称で親しまれているミス・クリスタ・ハルトン。家のすぐ前がスキー場だったという恵まれた環境で育ったクリスタは、11歳の頃からジュニアとして競技を始め、数多くの戦績を収めて18歳で競技から引退。その後オーストリア国家検定スキー教師の資格を取り、現在はインタースキー代表デモンストレーターとしても活躍。いつも陽気なゲオルグ・ヘルリグ、オーストリアのトップスキーヤーとして、またパウダーエイトの選手として世界中を滑り回るゲオルグは、インタースキー代表デモに3回も選ばれたほか、国家検定スキー教師、アルペントレーナー、エグザミナーなど数々の資格を持つ、名実ともに世界のトップスキーヤーの一人です。プライベートでもとても仲の良いゲオルグとクリスタは、ロケの合間いつもこんな素敵なツーショットを私たちに見せつけて、いや見せてくれていました。Skiing up to France. Tonight we feature Georg and Krista. Just you and me. The image of the way it's gonna be. Close by my side. Living in the luxury of power.Is the question